ません、履いていただけますか。皆さんが体験する牧場の牧場の修二さんと奥さんの修二さんです。よろしくお願いします。関東、皆さんが牧場の神代となかなか交流するイベントでなかなか来てる。先日も霧島が丘っていうところで、牛を連れてきて搾乳体験とかそういうのをしてきました。こうやって皆さんと会うことでですね、自分たちもほとんど農家のこの牧場の中で仕事をしているだけなので、まあ、いろいろ、まあ、先ほどプロフェッショナルとは言われましたものの、逆に、他の方々から質問されているときに、あ、そういうふうに考えているんだなと、そういうことも結構あったので、まあ、そういった点も踏まえて、今日はいろいろ体験してもらって、その中で、まあ、答えられる範囲で答えられるかなと思っています。あと、まあ、投資もちょっとつないでいるので、こっちもなかなかああいうふうにしてつなぐことなくて、ちょっとなかなか慣れないので、どういったことを起こすかわからないんですけど、まあ、触ったりして、あと、まあ、ちょこっと牧場を見て、まあ、そのプロトンとまた質問していただければと思っております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。牛さんはお腹に赤ちゃんがいる間は当然私たちもそうだったんですけど、おっぱいが出なくて、でその後から出るようになって、それを搾乳する当たり前のことなんですけど知らなかったです。ぜひですね、今日はそういうことも含めて、子どもたちとお母さんお父さん方で感じていただけて、この新しい、若い方たちを応援できたらいいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。この親指にしっかり根元をつけて溜めてあげて、下に全部絞れば大体出ていきます。あとはまあ見ながらやっと人は人は分かれてるんですね。身が溜まって余ったのを止めて押し出す、押し出す。すごい気持ちいい、ほら大きいお腹だね。おっぱいは人間の横取りしてね、ごめんね。ごめんね。はい、まあ、牧場もいろいろ時代につれて形が変わってきてですね、今から向かいますけど、向こうの牛はもう普通にも放し飼いにして、で絞るところは絞るところを作って、そういった中でするスタイルっていうのが、まあ、増えてきてですね。すいません、今ですね、搾乳体験をされたあそこのところの握る今牛たちなんですけど、まだお腹に子供が入ってる状態 で出産をまだしてない牛、あとそれと、まあ、出産したらこちらの牛さんに連れてきて、で絞るのはここで絞ります。でも大変なので、こういうもともとは牛かき用のプッシャー、スクレッパーというのを、これで下を落としていって、牛が食べれるように、牛さんが取るところです。一番
湯2回絞らないといけないっていうか、なんか畑をやってるのでそっちもやっぱ見なきゃいけないっていうのがあってですね、道西夏季観光所最楽大晦日もこれから言えば大晦日、大晦日も元旦早々日も全然朝いつもない、まあでも今は毎日同じことなので、うん、同じことの繰り返しなんですね。継がれたり昔からやっぱ牛がいる環境で見て、まあ気づいたらこの仕事しかないかなっていう感じがしましたね、うん。まあ今はこのスタイルですけど、他の農家はもう見られているところがありますね。その農家さんはバレーにいるしかない。そのスタイルを作ったので、美味しい生クリームでちょっとまたみんなバターを作っていきたいと思います。で、用意するものはペットボトル。ありますか、皆さん。はい。で、後から皆さんありますけども、生クリームと牛乳です。ただこのぐらいペットボトルに入りますから、牛乳と生クリーム。でこれずっと振り続けていくと、だんだんとあのバターと乳製っていうものが分離してきます。だそこまで気強く言ってください。であんまり振りすぎちゃうと今度はまた乳化して元の状態に戻ってしまう。で、砂をすぐにデリケートですから、皆さん、注意深く、根気強く振ってくださいね。はい、音がしなくなったらちょっと注意してくださいね。次の中で最も牛乳を飲んでいる国はどこの国って聞いてます。はい、あ、イギリス、イ、日本、ウ、スウェーデン。はい、もう一人ね。ウ、どこですか。そう、はい、正解はスウェーデンです。はい。ではスウェーデンはの人たちはどのくらい牛乳を飲んでいるかって言いますと。大体日本人が35キロぐらいって言ってましたけども、実は4倍ぐらい牛乳を飲んでるそうです。日本人は直接牛乳を飲むっていう習慣がありますけれども、いろんな使い方をされてます。例えば料理に入れたりとか、ご家庭でヨーグルト作ったりとかいう形で、非常にそういう形で工夫しながらですね、乳製品を取られてますので、お母さん方には、ぜひぜひ乳製品を違う意味で活用をしていただければ、もっともっと子どもたちがカルシウムを取る機会になるんじゃないかなという感じで考えています。